はい、皆さんこんにちは、スモカシと申します。今回は革製品老舗の宗川の二つ折りミニ財布エンフォールドコインのご紹介です。それでは今回もよろしくお願いいたします。手帳ケースのような形状の非常におしゃれなコンパクト財布、革パーツに縫い付けられたこちらのホックがワンポイントアクセントになっています。サイズは縦が 9.6 センチ、横が 7.8 センチ、厚みが2センチと非常に手に馴染むコンパクトなサイズ感になっています。このサイズ感で紙幣を10枚、カードを7枚、小銭を15枚程度まで収納可能で、日常使いに適した収納力も十分備えています。特にこちらの小銭入れが特徴的で、蓋を開いた際に小銭をキャッチしてくれるスペースがありますので、小銭の視認性が良く使いやすい点が魅力的です。コンパクトかつ小銭入れが使いやすい財布を探しの方には非常におすすめできるポイントかと思います。外観に関してはイタリア製のブッテーロという革が使用されていまして、ご覧のように非常に高級感のある美しい発色の革になっています。また貼り合わせてある裏側の革に関しても日本製の豚革が使用されていますので、見えない部分まで丁寧にオールレザー仕様で仕上げられています。個人的にこの外観の青と内装の茶色の組み合わせが非常に美しく気に入っています。また細部を見てもステッチや小刃の処理、縫い引きなど作業一つ一つが丁寧で、愛着を持って使っていけそうな完成度の高い財布になっています。カラーに関しては全部で3色、こちらのブルーとブラック、キャメルが準備されていますので、気になる方は公式サイトの方からぜひ全色チェックしてみてください。ではこれから実際の使用感の方を見ていきたいと思います。このストラップを使っての開閉ですが、問題なくご覧のようにスムーズに行うことができます。財布は縦向きで使用する構造になっていまして、こちらがカードポケット、小銭入れ、紙幣の収納スペースとなっています。カードポケットに関してはカードをつかみやすいように革のパーツがご覧のように綺麗にカットされていますので、スムーズにカードの出し入れが可能です。こちらのカードポケットは5枚程度ですと問題なく無難に収納可能です。このカードポケットとお札入れの間のスペースにカードやレシートなどを忍ばせることも可能です。挟んでいるだけですので非常に出し入れがしやすいため、使用頻度の高いカードをこちらに入れておくことをお勧めいたします。紙幣の収納スペースはこちら、1万円ぴったりサイズですが、サイズがぴったりすぎて使いにくいということもなく、ご覧のようにお札を数えてすぐに取り出すことができる仕様になっています。
紙幣の方は10枚程度でしたら問題なく収納可能です。またこの内側に使われている豚革の質感非常にいいです。傷にも強い素材であるため爪や小銭の傷を気にすることなく使用できるのも嬉しいポイント。最後に小銭入れですが、間違いありませんがご覧のように小銭を入れる口が大きいため、お会計の際にお釣りをもらった時もすぐに収納可能です。小銭を取り出す際は蓋の部分がキャッチしてくれる立体的なフォルムになっていますので、視認性が非常によく使いやすいです。15枚程度でしたら問題なく収納可能で、厚みも出にくい、よく考えられた財布だと思います。実際にカードを5枚、紙幣を10枚、小銭を10枚入れたところ、これぐらいの厚みになります。気になるお値段ですが、税込み2万2000円となっています。質感の高い財布を探しの方、ぜひ概要欄に記載の公式サイトの方をチェックしてみてください。